はい、どうも大輝です。よろしくお願いします。はい、今回なんですけれども、僕の動画を見てくれているほとんどの方がね、介護従事者の方だと思うんですけれども、そういった中でね、まあ、ここ数年で最近こうクローズアップされている問題であったりだとか、あとはまあ僕の個人的な主観にはなるんですけれども、人間関係で悩んでいる方ですねに対してこういう考え方もあるんだよっていうのをね、動画にしていければなと思います。ここ数年でクローズアップされている問題っていうのが、利用者さんからのね、セクハラ問題ですね。で、セクハラ自体は介護の業界のみならず、ここ数年ですごく問題視されているものなんですけれども、介護の仕事をしていると、このセクハラ問題っていうのはね、まあ上司とか同僚とかねではなく、利用者さんからセクハラを受けるっていうことが結構あったりします。で、実際にその日本介護クラフトユニオンっていう団体が、ご利用者ご家族からのハラスメントに関するアンケートっていうアンケートを行い、2411人の回答者がいて、その中でも何らかのハラスメントを受けたことがあると答えた割合は 74.2% で、さらにハラスメントを受けたことがあると答えた回答者のうちの約 40% ですねがセクハラを受けたことがあると回答しています。実際にどういった場面でセクハラを受けているのかといった際は、やっぱりそのね、訪問介護ですね。訪問介護でこう我々のような介護従事者の方が実際に利用者さんのお宅に行って、こう介護している時にそのセクハラを受けたっていう場面が一番多いのですね。そのセクハラの内容としては、サービス提供上不必要に個人的な接触を図る、性的冗談を繰り返したりしつこく言うと、サービス提供中に胸や腰を触ってくる、性的な関係を要求すると、さまざまなセクハラをね、行っている利用者さんがいるようです。まあ全員が全員じゃないですよ、もちろん。もちろん全員ではないんですけれども、こういったセクハラがね、実際にはあるっていうところですね。で、やはりね、こういったセクハラがあったとか、そういったことをね、真っ先に相談するっていうのは上司だとは思うんですけれども、じゃあ実際に変わったかと言われたら、実際はそうではないようですね。実際にそのアンケートの中身でも、上司に相談したが変わらなかったと答えた割合が約半数、50% ですね。50% にいるということです。で、そういった中で介護職のイメージってどういう風なものがあるんだろうなという風に考えた時に、プロなんだからそういったことは流せて当然でしょとか、あなたの力量不足じゃないのとか、はたまたこう利用者さんがやっていることなんだからそれに対しては我慢していかなきゃダメでしょとかね、まあ風潮っていうかね、そういうのがあるんですけれども、この考え方自体ブラックですよね。うん、完全に闇の部分だと思います。うん、でもそういった風潮があるっていうのがね、僕の中でやっぱり良くないことなんじゃないかなっていう風に思ってます。まあ今回に関してはね、セクハラの方を取り上げましたけれども、他にもね、いろんなハラスメントがある中で、やっぱりこう介護職っていうのは、利用者さんがいて介護してくれる我々のような介護従事者がいて、お互いがお互いをね、必要としているので、やっぱりそういった中でね、もう少し僕たちも気持ちよくね、仕事をしていきたいなというふうに思っています。こういったセクハラとか、まあハラスメントですね、ハラスメント全体的になんですけれども、が起きないようにしていく対策としては、まあその介護サービスを受けるにあたって契約っていうのをすると思うんですけれども、その契約書の中にハラスメントに関する事項を確実に記述しておくとか、実際にハラスメントが実際に行われたら、女性職員から男性職員に担当を変更するであったりだとか、まあ、人数が取られてしまうんですけれども、複数名で利用者さんのお宅に訪問するとかね、そういった対策っていうのはね、やっぱり必要になってくるんじゃないかなと思います。実際にやってるね、介護事業所もあると思うんですけれども、まあ、参考までにね、覚えておいてもらえたらなというふうに思います。今回の前半としてはセクハラに関してね、ちょっとピックアップしてお話をさせていただきましたけれども、ここからはね、僕の個人的な主観が入ってきてはしまうんですけれども、人間関係で実際に悩んでいる方いらっしゃると思うんですけれども、僕の個人的な主観なんですけれども、こういった考え方もあるんじゃないかなっていうのをね、ちょっと動画にしていけたらなと思います。で、皆さん率直にお伺いしたいんですけれども、この介護という仕事は好きですか？僕は好きだから続けてるんですけれども、うん、僕は好きです。いろんな利用者さんと関われて楽しいけれども、人間関係が辛くて辞めたいと思っている方っていうのは中にはいるとは思うんですけれども、でも実際にね、この人間関係で悩んでいるっていうのは、利用者さんとのその人間関係ではなく、上司だったり同僚との人間関係で悩んで辞めたいというふうに思っている方多数いるんじゃないでしょうか。職場で働いていて、やっぱりこう同じ部署であったりだとか、同じユニットだったりだとか、チームがあったりだとかね、いろんなところに所属するとは思うんですけれども、どうしてもこの人とは合わないなっていう人もね、いると思います。個人的にはね、やっぱり割り切ることがね、大事なんじゃないかなっていうふうに思ってます。
まあ、おそらくその上司であったりだとか同僚とのね人間関係で悩んでいない人っていうのはやっぱり自分と似たような価値観を持っている人っていうのがね多いんじゃないでしょうかね。で、似たような価値観を持っていて時間を共にするような人は存在すると思います。うん、友達とか恋人とか結婚相手とかね、いろんな方々がいらっしゃると思うんですけれども、でもそういったね似たような価値観を持っていて時間を共にする中でもやっぱり自分の価値観とズレが全く一つもなくって同じ価値観を持っているっていう人は存在しないですよね。自分は自分だし相手は相手だし必ずどこかでズレっていうのは生じてくると思います。友達でもカップルでも結婚相手でもね、同じ屋根の下で生活しても必ずどこかで価値観っていうのはズレがね生じてきます。っていうことをね考えたら、身近な人でもそういった価値観のズレであったりだとか考え方のズレっていうのは生じてくるので、職場内でねその自分と似たような価値観を持っている人が周りにたくさんいるよとか、そういったことっていう逆に少ないんじゃないかなっていうふうに考えていた方が僕はいいと思います。まあ、仕事をしている中でもちろん考え方にズレが生じてくるのはもはや当たり前っていうふうにね考えていた方が気持ち的には楽になるんじゃないかな。人間関係を気にしてしまう人の中には、僕もそうではあるんですけれども、自分って周りにどういうふうに思われているんだろうなっていうふうにね考えること結構あるんじゃないでしょうか。でも実際にね周りは自分のことどう思ってるんだろうなっていうふうに聞いてみても、思いのほかあんまり考えてないなっていうことがね結構あったりします。自分が周りに対してどういうふうに思われているんだろうとか、その自己評価を気にしなければね案外ね気が楽になりますね。要は思い込みであったり自分の評価を気にしすぎるあまり、まあ、周りに対してね疑心暗鬼になってしまったりしてしまうものだと僕は思っています。うん、まあ今まで言ってたその人間関係に関する考え方であったりだとかっていうのは僕のね個人的な主観が入るので、今の僕の考え方を聞いて皆さんがどう思ったのかっていうのは僕には分からないんですけれども、まあそういった考え方もあるんだなっていうくらいでねちょっと捉えておいてもらえればなと思います。はい、ということでね今回はいろいろ最近ねよくクローズアップされてきているセクハラの問題であったりだとか、あとは人間関係で悩んでいる方々に対して僕の考え方はこうですよっていうのはちょっとお話しさせていただきました。もし人間関係で悩んでいる方がいらっしゃったら、今考えていることをちょっと視点を変えてねいろいろと考えてみると自分の悩みっていうのは解決されるかもしれませんねっていうところでね今回はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。